実は私は日本共産党の候補者の方をこうやって車の上で応援をするのは初めての経験でありますし、まして今日は不破哲三先生が隣においでってことで緊張もしてるんですけども、しかし全く違和感はありません。なぜかといえば、今のこの日本で安倍政権がどんどん壊していくこの日本で、当たり前のことを主張していけばおのずと共産党の政策と重なってくるんですね。これは論理の必然的な秘訣なんです。共産党の政策極端ですか？例えば戦争と独裁には絶対に反対したい、政府は常に憲法を守って政治をしていくべきだ、あるいは一握りの富裕層だけが富を蓄えていって格差や貧困が広がる今のアベノミクスではなくて、普通に真面目に働く人とその家族が人間らしい生活が送れるような、そういう社会を作っていこう。全部これ当たり前の話ですよ。安倍政権はこの当たり前を次々と壊していってる。そして憲法を踏みにじり、国内では大企業と富裕層だけが利益をため込むような経済政策を5年も続けてきて、日本の社会をズタズタに切り裂いてしまっているわけです。だからこそこの現状を憂う私たちは、今までの多少の違いは乗り越えて横に大きく手をつなぎ連帯をしていって、安倍政権を倒すという共通の目標のもとに力を合わせなければならない、私も固く信じております。ありのままにしっかりとものを見る、ありのままにしっかりと池内さんを見る、共産党の政策を読む、そうしたら今の日本にとっていかにこの池内さんという人が必要か、あるいはこの日本を立て直し平和と私たちの暮らしを守るために共産党の政策がいかに役立つか分かるはずです。みんなの力で池内さんをもう一度ね、小選挙区で勝たして国会に送り戻そう、その気持ちをみんなで共有したい、その最後の最後までみんなで共に頑張り抜きたいということを申し上げて、私からの応援のメッセージといたします。ありがとうございました。